疲れた。いやー疲れた。いやー本当に疲れた。ごめんなさいね。浅草演芸ホールの出番が終わって、寄席を飛び出して電車で急いで帰ってきて、駅に停めていた車に飛び乗って、家へ着いたのが7時59分という。もうね、上で家の中に飛び込もうと思ったら鍵がかかってて入れないというね。ガチャガチャやってたら気がついてくれて鍵が開いたから、急いで中に入りましたけれども、いやー疲れた。したらほらもうなんか落ち着いて支度今日は全然できなかったんで、ツイッターに流れたのが新年一発目のツイキャス始まりますでしたからね。一発目じゃないんですけれども、2回目でございます。1月の5日、本当にお集まりいただきましてありがとうございます。ちょっとね一息つかして、着替えずにね帰ってね、まず、配信をスタートしてから手洗いうがいをしました。本当にギリギリでございますよ。そんなこんなで今日もよろしくお願いいたします。ユーミンさんこんばんは。篠介師匠が心配ですね。肺炎ということなんですが、もうあのお年で、篠介師匠もタバコを吸いになりますんでね、今はどうかな、吸ってるのかな、ねえ、ちょっと肺炎は、心配でございますね。タカちゃんこんばんは。あ、ひろみちゃんこんばんは。まこちゃんこんばんはです。あいねちゃんこんばんは。あ、明けましておめでとうございますですか。よろしくお願いいたします。あ、つねちゃんこんばんは。ありがとうございます。サナタリアンさん、あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。北海道からですよね。ありがとうございます。なお TG さんこんばんは。ありがとうございます。あみーちゃんこんばんは。疲れた。本当に疲れた。立川VP ハンガーさん、あ、お疲れ様です。ありがとうございます。タカちゃん、お疲れ様です。ユミさん第一声が疲れたって。本当に疲れた。ね、時計を見ながらね、これ間に合わないかもと思ってね、駅は走ったよ。僕ね、走るのって本当何年ぶりかもしんない。駅を走って、そして駐車場に車を止めて家まで走って、で、うちに入ってからここまで走った。疲れた。あやねちゃん、お世辞の残りの数の子食べながら聞いています。あ、いいですね。歯に挟まる具合がいいんですよね。数の子のね。で、歯に挟まったものがね、次の日ぐらいにね、まだ残ってて、で、朝起きてから、プチプチ、プチプチという、噛んだ感じがね、なかなか、いいものでございますけれどもね。ありがとうございます。サナタリアンさん、お茶バッグありがとうございます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ゆきちゃんこんばんは。お風呂に入っていて遅くなりました。いやいや大丈夫ですよ。本当にありがとうございます。今日はね8時には始められないと思っておりましたので、ツイッターの方にも8時頃というようなね表記になっていたと思います。ちょうど8時からスタートができたようでございます。よかったよかったね。タカちゃんこんばんは。マッキアートさん、一金師匠皆様こんばんは。食事しながら聞かせていただいています。本日もよろしくお願いいたします。どうぞどうぞ、ゆっくりと召し上がってください。ゆうちゃんこんばんは。いらっしゃい、よろしくお願いいたします。タカちゃんさっき挨拶したよね。走り始めですね。走り始めというか、走り始めではあるんですけれども、去年も一昨年も走ってなかったですからね。いや、そんなに急いだんですか。お疲れ様。いや、これがね、もうちょっと遅くなっていればですよ。もうちょっと遅くなっていれば、走ることもなかったんでございます。微妙に間に合いそうっていうのがね、もう車を出た時に7時59分っていう表記を見た時に、走れば間に合うかもっていうふうに思いましたよ。
これがね、20分とか30分遅れてたらね、まあ、いや、9時からにしちゃえと思ってゆっくりしたところですけれども。はい、そうなんです。ゆうちゃん急いだんでございます。あやねちゃん、そうそう、その通り、プチプチ大好きです。ね。美味しいんですよ、このまたプチプチがね。今年はまだ数の子食べてないな。どっかでご馳走になれるといいな。アミーちゃん、声もちょっとガラガラですね。無理しすぎず、時々水分補給してください。いや、本当にね、今ね、まだ帰ってきて、着替えもしていない状態なのでね、ちょっとお茶を、いつものブレンディ、ノンシュガー、甘さなしをね、ちょっとこう、どっこでしょ。ちょっと支度をさせていただいて、でもね、浅草演芸ホールの出番は明日で私終わりですから、次のツイキャスには影響がないですね。で、次のツイキャスなんですけど、7日は私、紀伊国屋ホールで出番がございますので、8日の金曜日にちょっとだけ、やらせてもらおうかなと、思っております。8日ですね。8日のまあ8時ぐらいからちょっとやらせていただこうと思っております。はあ、一息ついた。8時15分って言っとけばよかったのに、ちょっとね、分かんなかったんですよね。だからまあ8時頃にしといたんですけれどもね。で、これがね、車だとね、この間日曜日だと、道が空いてたので、しかもこの間の日曜日の配信の時には日曜日の上にまだ三が日の、ね、3日目でしたから、だから同じ時間に寄席を出て7時半にはもう家に着いてたんですよ。ねえ、どうなるか。ついさっきの話です。本当ですよね。いやー、驚いた。新年早々走るって、走るなら12月にしときなはれや。面白いことを言おうとしてるユーミンさん。ツイッターで師匠が寄席の楽屋で隠し撮りされているのを見て笑っちゃいました。スマートフォンの操作にはもう慣れましたか。あのね、8からまあ12に変えたので、まあもともと基本的なあれはね大丈夫なんですけれども、指紋認証がなくなって顔認証になったでしょ。で、まあ確か11から顔認証になったのかな。あれはね、マスクしてると無理ね。なかなか開かないね。だから一生懸命こう、で、マスクをした状態でも、フェイス認証、顔認証が開くやり方っていうのが YouTube にアップされてたんでね、それをちょっとね、参考に、やってみたんですよ。そしたらね、マスクをね、ちょっとこう、鼻のね、頭ぐらいまでずらせば、開くっていうことが分かって、で、それは今やってますけれどもね。ユーミさん、春ダンシュンやるのね。緊急事態宣言出てもやるのね。いや、それはわからない。それはわからない。私のところにはまだ連絡が来てませんけれどもですよ。ね。それは、まあ、ダンシュン兄さん、それから、紀伊国屋ホール、の、判断で、まあ、どうなるかわかりませんけれども。ただ、まあ、わかんない。やるんじゃないですかね。やるんじゃないかなと思っておりますけれどもね。さあ、どうなりますか。どうなりますか。これがちょっとわからない状態でございます。この後の仕事も実はちょこちょこキャンセルが出始めております。まあそらそうでしょうな。1都3県緊急事態宣言ね、まあ出ることになるでしょう。もう出るの7日、からだか8日だかからだか、もう今日はちょっと一日バタバタしてたんでね、はっきり分かりませんけれども、さあ、もうあとはまあ工業主の判断ですよね。極端なことを言うと、もうだって、都が、工業はダメですよって言ったらできないわけですから。ただ前に出たその緊急事態宣言とは今回ちょっと違うというようなことも聞いてますんでね。だからこれからどうなるかはちょっとわかりませんけれども、今のところ7日は何も聞いておりません。
また明日は普通に浅草演芸ホールにまた行きます。きょうみちゃんこんばんは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。空港さんこんばんは。東京大変ですね。まあ、東京はすごいですね。今日も1200人超えましたもんね。まあ、大阪もね大変だと思いますけれども、ね、やっぱ本当に1都3県そして、大阪がちょっとやっぱり、頭一つ出ちゃってますよね。飲食店さん以外は制限がないようですが、どうなることやら。ただね、こればっかりは、じゃあやってもいいですよってなった時に、果たしてお客様がいらっしゃるかどうかっていうところですよね。そこはやっぱりお客様のご判断に委ねるしかないところですから。空港さん、前より人数出てますもんね。そうなんですね。ただその人数が出ているから、じゃあっていう風なことになるのか、それともやっぱり前回出してから今までの状態、例えば今まではもうどうしたらいいのかわからなかった事態だったのが、こういう場合にはこうしましょうとか、ああしましょうとかっていうルールみたいなものが、暗黙のルールみたいなものがある程度分かってきているので、前みたいに闇雲にこれもダメあれもダメとはならないとは思うんです。ただと思うんですというところですよね。そうですよ、絶対そうですよって言えないところがね、ここがちょっと不安なところでございますけれども、はい。緊急事態宣言1ヶ月くらいになるってニュースで言ってたような。1ヶ月か。まあ落語家は1月2月はバタバタしますけれども、ただどうなるかね、分かりませんよね。東京のコロナ感染者1200人。そうね。白鵬さんも感染した。ね、そうですよね。だからお相撲さんは以前感染者の方が亡くなってますんでね。やっぱりその辺はちょっと不安ですよね。ありがとうございます。きょうみちゃん、お気持ち、お年玉は嬉しい。ありがとうございます。もうね、いくつになってもお年玉もらえるのは嬉しいよね。ありがとうございます。だんだん落ち着いてきたぞ。だんだん落ち着いてきました。今日はね、いや本当にね、よかった。うちを出て、今日はだから寄せに行く前に、もういつ配信、始まっても大丈夫なだけの支度はしといたんです。で、もう、例えば8時過ぎてもね、駆け込んですぐに配信ができるような、状態にはしといたんですよ。だからもうグリーンの幕も後ろに張った状態でうちを出ましたんでね。おかげさまで、落ち着いてきました。ありがとうございます。なんとかかんとか落ち着きました。あ、ユミンさん、お茶箱ありがとう。面白いこと言わなくていい。面白いこと言うっていうのは何？俺が？あのね、私がこのツイキャスで かつて面白いことを言ったことがありますか？ないでしょ？ね？ないんですよ。もうね、それはね、いつもタカコちゃんがね、電車でお家まで帰られるんですよ。茨城県、水戸ですよ。で、電車の中で聞いてくださってるんですよ。ね、で、その、私が面白いことを言ってね、電車の中で吹き出してごらんなさい。なんだ、あの人は。ね、一人で笑ってるけれども、どうかしちゃったんじゃないのって思われちゃうでしょ。だから私は、わざとあえて面白いことを言わないようにしてるの。ね。わかった？わかったね。分かったらよろしい。だから急いだんですね。無事にスタートできてよかった。いや本当にね、ありがとうございます。確かにない。おいおい、あのね、大変なんだからね、相手が誰もいないね、相手が誰もいないところでですよね、何か面白いことを言うっていうのはね、どれだけ大変かね、竹本さんぐらいに芸歴が長ければできるかもしれない。ね。私はね、まだわずか32年ですよ。ね。
あの人は40年です。このね、なんだろうな、38年目ぐらいから頑張るかな。うん。ね。師匠、それは笑っていいところですか？いやいや、別に面白いこと言ってませんから大丈夫ですよ。うん。すごい、先輩もう配信始められてる。私が間に合ってない。皆様、こばは。あゆつく、こばは。元気？ああ。師匠の優しさですね。そうなのよ。優しいんだから。うん。はい。わずか。うん。わずかです。30年もやってたら面白いはず。あのね、話し家っていうのはね、いいですか？ね。一生の仕事なんです。ね。今私、楽屋行っても、ね。中堅よりも下ですよ。まだ私、若手って言っても過言ではないんですよ。はい。今日楽屋行ったら私よりも数年後輩の菊之丞さんが、もう楽屋にいらっしゃって、立派な貫禄でございましたけれどもね。はい。大変な貫禄でございました。え、まあ、ペコ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 。うん。しそうになります。目音漫才面白い。目音漫才じゃないっつうんだよ。ちょみちゃん。32年も、うん、ですよ。いや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 、この世界は32年はね、本当にまだまだ新人。新人は言い過ぎだな。まだまだ若手。若手も言い過ぎか。でも中堅、どうだろうね。ただね、ただね、人による。そこは人による。うん。だからね、私が入門したとき、私の師匠の柳家小三治の芸歴をもうすでに私は超えてるんでございます。でもすごかった。でもすごかった。大御所でした。うん。だからね、なんだろうな、やっぱり、人によるんだろうね。菊之丞師匠素敵よね。まあ、あれは昔から、前座の頃からちょっとやっぱり色気はありましたよね。菊之丞さんとは一緒に前座修行してましたけれども、3年ぐらい後輩なのかな。色気がありましたね、当時からね。この間電車で、師匠の YouTube 落語を聞いてて、にまにま笑いました。ありがとうございます。落語になったらば話は別。落語になったら話は別でございます。落語は、私はフリートークはね、そんなに得意じゃない。あ、もちろん、誰かがいりゃ別よ。誰かと喋ってる。なんだろうな。あんまり喋らない人と一緒にいれば喋るんです。よく喋る人と一緒にいると黙っちゃいます。この人の邪魔をしちゃいけないと思って。片山さん、こんばんは。いらっしゃい。お疲れ様でございます。今日もよろしくお願いいたします。ちなみに本日は9時25分までの配信でございます。9時25分までの配信でございます。そして、この後、9時半からは調布 FM、竹本孝之ソングフォートモロー、今日もあるんだと思います。僕もね、何も聞いてはいないんですけれども、あるんじゃないかなとは思っておりますので、9時25分までの配信となります。それまでお付き合いください。よろしくお願いいたします。チーム滋賀の中では無口でしたね。あのね、あんだけ喋る人の間でね、私が何を喋ればいいか。古い話になりますけれども、私、大阪の人間ですから、喋りは得意なんだと思われがちなんですけれども、実は大阪に住んでる頃から、みんなが喋ってる時に僕は一緒に喋るってことをほとんどしたことがないんですよ。で、会話の間がスッと空いた時に、ポンと一言面白いことを言って、笑いをさらう爆笑を起こすっていうことが、子供の頃からずっと好きだったんです。ね。そういうやり方でずっとやってきたのにですよ。チーム滋賀の皆さんはその間を作らない。だから私が喋るチャンスがない。これはもうしょうがない。無口にならざるを得ない。ね、そういうことでございます。はい。そんなとこでいいかな。だいぶ落ち着いてきた。
いや、今日は、美味しいところを持っていくっていうやつです。いや、でもね、本当に小学校時代、中学校時代、高校時代と、本当に喋んない方でしたよ。うん。で、間にポンと、だから例えば、大阪の漫才屋なんか見て育ってましたけれども、どちらかというと、東京の漫才の方が、まあ、好きでしたし、ねえ、だからそういう間が好きでしたよね。うん。だから話し家になってこの間をいろいろとこう勉強するようになって、そこがやっぱり楽しいところですよね。こう間を考えるっていうのが。お話をしていても間を空けたりとか、もちろんそのお客様によったり、その日の体調によったり、場所によったり、そういうことで、間を勝手に変えていくんですけれどもね、そういうことを考えるのも、面白いところでございます、私もコーヒー飲もう。私のはカフェラトリー濃厚ミルクカフェラテ。あ、いいね、そういうのちょうだいよ。そういうのを送って。ユーミンさん、うちの住所知ってるんだから、よろしくお願いいたします。美味しそう、そういうの。まあ、とはいえ、今日、ブレンディのカフェオレ甘さなし、ノンシュガーがドーンと、箱で100個入りのやつが届きましたけれども、これは私がね、定期購入してるやつでございます。定期購入をしてるやつが届きました。あ、まさみちゃんこんばんは。いらっしゃい。あ、ゆきちゃんお茶バックすみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今日1月の5日、まだこのお正月バージョンでやらせていただいております。寄席の方はですね、1月の20日までがお正月興行ということになってます。ただ1月の20日まではちょっとこのパターンではできそうにないので、今日まで、今日までがこのお正月のパターンということにさせていただきます。今日もね、普段は着物でお正月は大体動くんですけれども、だんだんね、最近は後半になると洋服を着てくる師匠方が増えてきまして、で、今日ももうほとんど皆さん洋服だったんじゃないかな。寄席を掛け持ちする人もね、何人かいるんで、そういう人はね、着物でいた方が、まあ、楽ですから、いいんですけれども、もう私はもう浅草演芸ホールだけなので、もう、これは着物じゃなくてもいいかなと。昨日までは、着物で動いてたんですけれどもね。ただ、昨日着物で行ったら、ある師匠に、正月は3日で終わったんだよ、いつまでそんな正月気分でいるんだよっていうのを、言われました。まあ小言じゃなくて、シャレでね、そういう風に言われたんですけれども、確かにそうですよね。もう電車なんかも今日はすごい人でした。今日も昨日 もう帰る時の電車がね、なんだろう、もう満員電車。私は東京の、大江戸線というのを使ってるんですけれども、地下鉄なんですね。で、この大江戸線がですね、コロナが出ちゃったんですよ。職員さんに。で、運転手さんがいなくなっちゃった。というところで、なんかね、7割程度に減らして今運行してるんですよ。だからね、電車がなかなか来ない。ということと、それから、来ても人がすごい乗ってる、というような状態でね、これは誰か一人コロナになってたら、もう一車両一発だなっていうぐらい混んでます。また大江戸線ってね、狭いんですよ。後からできた地下鉄なのでね、中も狭いんですよ。だからね、ちょっと大変でございます。さっきスーパーマーケットで買ってきたんだい。二つ買って、そういう時にはね。つねちゃん、あちらこちらで育っているから、純然たる関西人ではないですものね。本当の解散人にはかないません。本当そうで、まあ、そこなんですよね。そこなんですよ。やっぱりどっかね、なんだろうな。
他の地域のね、あれも出てきちゃうんですよね。アミちゃんコインありがとう。もうそろそろ、あと2分で30分だ。大江戸線本数少なくて怖いですよね。なんかね、また11日までが、少ないそうなんでね。ちょっと帰りが遅くなると電車めちゃゴミ。本当ですよね。ゆうちゃんのところなんかもね、そうじゃないですか。ね、結構混みそうな感じですよね。ゆみさん、今日精神科の通院で病院に行ったらサーモグラフィーが設置されていた。私の愛する大江戸線がしばらく減便なのよね。電車ちっちゃくて好き。ちっちゃいんだけどね、混むとすごいんだわ本当にね。そっか、大江戸線も通ってんだもんね。ゆみさんのところはね、そうだそうだ。こちらの電車は数時間に1本ほどでガラガラですがそっか、そうですよね。本数はそれに比べると多いんですけど、やっぱ乗る人がやっぱり多いんだね、こっちはね。あれは、なるほど。なるほどっていうね。運転手さんが大変ですよねって、ほんとそう。ねえ。私は、電車は1時間に1本。あ、そうなんですね。1時間に1本。これ乗り過ごすとね、大変なんでしょ？1時間に1本だとね。私も関西人ですが、親2人とも宮崎県ですから、言葉が少し違うと言われています。まあそうなんですよ。僕も、やっぱり、まあ、結構大きい時から、大きい時って、まあ小学校の時から大阪にいますけれども、うちも親が2人ともね、東京、1人は東京、1人は、栃木県でした。関東の人間なもんですからね。やっぱ言葉は、それでもうちの母親は頑張って関西弁を使おうとはしてましたけれどもね。土建屋の事務をやってたんでね。やっぱり多少荒い言葉を、覚えなくちゃいけなかったんでしょうな。田舎は1時間に1、2本くらいやからガラガラ。ねえ、もう東京なんかね、1、2本ぐらいになったら、もうその1本に集中しちゃうから偉いことになりますよ。私は山手線なので、早い時間でも混むようになりましたね。前は全然空いていたのに。あ、そうですか。山手線やっぱり混むんですよね。あんまり座れることないですもんね。大江戸線、うちの方は大体空いてる。座れなかったことが多分一度もない。あそこの駅は大丈夫。僕もね、例えば、浅草なんだにすると、蔵前から乗るんだけれどもね、あの辺は大体座れるんだよね。で、勝ち時とか、あっちの方へ行くと混み出すんだよね。ドーッと人が乗ってくる。もうね、最終的にはすごいことになってますよ。毎日電車通勤ですが、いつなるか日々恐怖ですね。通勤1時間半がドキドキ。1時間半乗ってると嫌ですね。それは怖いですよね。ふみさんこんばんは。いらっしゃい。私も結婚して大阪へ行きましたから、粉もんはあまり、食べません。僕も粉もん苦手だったな。粉もん苦手でしたね。本数が減ると乗客が密になるから怖いですね。そうですよね。だからこれからまたね、その緊急事態宣言が出て、外に出る人がどれだけ減るかですよね。電車がこんだけ恐怖っていうのは嫌ですね。でも最寄り駅が山手線の始発なのでまだ座れます。あ、そうですか。あそこの駅ですか。そうかそうかそうか。ねえ、大阪は緊急事態宣言の時はガラガラだったけど、今は満員電車毎日通勤していますね。きょうみちゃんね、大阪もね、そうなんですよ。でも増えてきてますからね。またどうなるかちょっと心配は心配でございます。はい、さ、そんなこんなでですね、今日もバタバタとスタートをした一斤ラジオでございますが、粉もんって、お好み焼きとかたこ焼きのこと美味しいやん。苦手な人も多いんだよね、粉もんってね。ほいでさ、なんだろう、
小麦粉アレルギーの人なんか何も食えなくなるからね、大阪いると。そうなんだよね。だからね、うん、で僕もお好み焼きがね、あのどっちかというと広島風の方が好きだった。うん、そう、広島風っていうと広島の人に怒られるんだけれどもね、うん、広島風じゃなくてあれがお好み焼きですって言われるんだけどもね、うん、そう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 。おととしの12月から電車に乗ってないの。おお、随分と乗ってませんね。それはもう1年以上乗ってない、ということですな。うん、アイピゾーさんこんばんは、いらっしゃい、よろしくお願いいたします、ゆっくりしてってください。あーね、まあ、自転車通勤なので電車にはしばらく乗ってないです。通勤の方はドキドキ。本当ですよね、ほんとほんと。ゆうちゃん、もんじゃもダメですか。いや、もんじゃは大丈夫、もんじゃは食べられます、もんじゃは好き。ね、そう、アレルギーの人は大変。電車乗るとしたら、あ、普通かな、空いてるから。あ、そうね、まあ、あの快速、新快速は止まらないか、快速なんかはやっぱり、ちょっと混みますもんね。いやー、さあ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 、それではそれでは、大当たりさんこんばんは、大阪に広島駅の美味しい店がありますよ。お、じゃあ今度帰った時にちょっと連れてって。どこどこ？ちょっと案内して今度。うん、もんじゃって多分、片手ってか2回くらいしか食べたことがない。まあ食べないよね。僕も大阪に行った時に、あ、大阪じゃなくて東京に出てきて、初めて、連れてってもらったのが落語会の打ち上げだったんだよね。うん、落語会の打ち上げで、これ何ですかって言ったら、は、知らないのって言われてね。で、上手に作ってもらいましたけれどもね、その後、まあ、あんまり回数はいかないっていうかね、その、じゃあなんか食べに行こうかっていう時に、じゃあもんじゃ食べに行こうっていうのは、場所的にはね、ちょっとね、場所的にはあんまり、離れてるんでね。うん。やっぱり、どちらかというと、東の方ですもんね、東京のね。うん。そうそうそう、お好み焼きしなくなりました。たこ焼き器もあるんですけど、たこ焼き器はね、たこ焼きはうちもね、定期的にやりますね。うん、あんまりね、得意じゃないんだけど嫌いじゃないっていうかね、別に好きでもないんだけど嫌いでもないっていう感じですね。もんじゃは一度かな、一度食べたことがあるんですね。うん、もんじゃ、小さい頃は駄菓子屋さんの奥に鉄板があって子供たちが食べるんだね。そういう風に言いますよね。だから下町の本当に、おやつっていうような、イメージですよね。うん、私もお江戸に出てきて数回しかもんじゃって食べたことがないです。やっぱり月島とかね、その有名なところがあるじゃないですか。そういうところへ行ってね、食べるとね、あ、いいもんだなってちょっと思いますよね。うん、そうそう。中学生の頃、阪急茨城の近くにあった広島焼きのお店へ行きました。阪急茨城の近くにあったの？そんなのが。中学生の、マッキアトさんが中学生の頃っていうことは、僕が高校生ぐらいの時か。ちょうどね、僕の通ってた高校のね、坂道をずっと降りたところにお好み焼き屋さんができて、で、そこへは随分とみんなで通ったんだよね。部活のメンバーで。うん。まあ、潰れちゃったけどね。いる間に潰れちゃったけどね。うん。大体田舎は車なんですよね。私は車がないから電車、バス、徒歩です。どこも密にならない。あー。まあいいですよ。うん、徒歩はね、密にはならないですけども、電車はもう危険、本当に危険。できれば乗りたくない。とある話し家さんのお弟子さんは小麦などいろいろなアレルギーがあって大変。へえ。ねえ、話し家がそういうアレルギーがあるっていうのはね、ちょっときついっすよね。ごちそうになる機会が多いですからね。ある程度の、やっぱり、
芸歴がこう積み重なると、まあなんだろう、ごちそうになりに行くっていうことも少なくなるし、またあこういうの僕食べられないんですって断ることもできますけど、やっぱ若手の頃はね、どうしても食べなくちゃならない時ってのありますんでね、うん、もんじゃ一度だけ食べたことがあります。どうやって食べるのか迷いました。難しいよねあれはね、確かに大阪にももんじゃ焼き美味しい店があるのでよく食べに行きました。あ、そうなんだ。へえ。もんじゃイコールおやつ感覚。そう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 。私はずっと埼玉ですが、もんじゃはあまり食べたことがないかも。あんまり埼玉もないですよね、もんじゃってね。うん。やっぱり東京かな、関東ですが、小さい時からたこ焼きはうちでやった。そうか。ね、うちでね。もんじゃイコール駄菓子。駄菓子なんだね。うん。そうそう、ふがしとかああいうのと同じだよねもんじゃは友人宅で作って食べたことがありますが、お店に行ったことはないです。うちでも食べられるし、お店でもできるっていうね、良さがありますよね。うん、あの お好み焼きって東京は自分で焼くんだっけ。あんまり行ったこと、最近あの行きつけのお好み焼き屋がね潰れちゃってね、何年か前に。友達がやってたお好み焼き屋なんだけど、板橋にあったんだけれどもね。それからしばらくも何年も行ってないな。月島でもんじゃ食べました。初心者ですと言って店の人に作ってもらって食べ方も指導してもらいました。あ、いいですね、それはね。そうそう、やっぱりね、最初の聞くのが一番。本当そうです。お好み焼き天禄美味しかった。あ、天禄に美味しいのがある。今は買い物に行くとたい焼きを買うようになりました。なぜか食べたくなるんです。たい焼きはね、昔は好きだったけど、今なんか胸が焼けるようになっちゃったな。阪急茨城というと、社会人になって数年くらいの頃、駅近くにたこ焼き専門のお店があって行ったなぁと思いました。思い出しました、駅の近くにたこ焼きの専門のお店があったんだ。JR の茨城から阪急の茨城へ行く、あの市役所の前の通りの市役所のそばにたこ焼き屋があったよね。うん。あそこ前通ると美味しそうなんだ、いつも。師匠のうちの近くの丸々電子のところにあったお好み焼き屋さんへよく行ってました。同級生がいたので実家ね、俺の実家ねあ、そうかそうか、今のあれ、まるまる殿下、ああ、そうかそうかそうか。あ、そう、あの通り、産業道路の通りにお好み焼き屋あるね。うん、あるある。それこそつねちゃんのうちのすぐそばよ。あの通り沿いにあるよね。岡山にももんじゃの店がありますが、めったに行きません。ちなみに食べ放題魅力的だけど、もんじゃってそんなに食べないよね。うん。あー、ソースもん食べたくなってきた。きっと、きっと、なんて読むんだ、こら。もんじゃは食べたことないです。猫舌には、猫舌にはちょっとね。そう、だって食べるあれも、ねえ。あれも熱が伝わるもんね。うん。アヒージョ食べにお伺いします。お料理得意そうですね誰だこれは。誰に向かってだ。誰に向かってだ。わからんわからん。関西の人ん家には必ずたこ焼きがある説。いや、あるよ、本当に絶対ある。で、またね、関西出身の、東京にいる人のうちにもある。たこ焼き器はあるんだよ。うん、必ずあるんだよねえ。あやつくんちは粉物決定。次の休日お好み焼きお店だと焼いたのが運ばれてくるよね。うん、庶民的なお店だと自分で焼かせてくれたりする。大阪はね、大体お店の人が焼くよね。うん。で、東京は、自分で焼くところが多いよね。逆か？
あれ逆か、大阪は、大阪は人がやってくれるんだっけ、自分で焼くんだっけ、どっちだろう、どっちかがどっちかで、どっちかがどっちかなのよ。そらそうだそらそうだ。たまにうちでお好み焼きをしますが、やっぱり分厚い鉄板で焼こうが美味しかった。そうそう、お店ですよね。この間テイクアウト利用した。あー、いいね。そうかそうか。産業道路から少し西高方面に入る？あ、ショッピンチかな、ショッピンチかなって完全にあれだけど、あそこかな、西田さんかな、あそこお好み焼きやってたよね、西田、会ってたら言って、信号のところを西高の方にずっと入っていく狭い通りにね、西田ショップっていうのがあるんだよね。うん、あそこあそこ、うん、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、あ、アトリさんに言ったのか、うん、我が家はない、あ、ないんだたこ焼き持ってない、おお、そうかそうか、じゃあみんなじゃないんだね関東も場所によってですね、うん、そう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 、そうかそうか、計量カップみたいなのに具材持ってきて勝手に焼くシステム、へえ、地元にいた時は、あ、おお、作ってもらう、ああなるほどね、うん、ないないが美味しいお店紹介してた店かな、そうかも、そうそう、西田、あ、やっぱりそうでしょ、あのね、あそこの長女、長女が同級生だったの、小学校の時の。ほんで、あの、ショッピって言われてたんだけど、西田ショップっていうお店だったから、みんなでショッピって言ってて。ほんで、あそこのおばちゃんがね、そう、そう、あそこだからね、西田さんはね、あの後ね、なんか、茨城のね、あれ、茨城フェスティバルかなんかかな。なんかこう、美人コンテストみたいなやつで、準優勝になったっていうのがね、ちょっとこう、まあ、一般的にこうね、我々の間でパーッと広まったりなんかしてね。で、そうそう、ナイナイがよく通ってた。で、あのおばちゃんがナイナイのね、番組に出たっていうのを話をちょっと聞いたことがある。うん。そう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 、西田さん。うん。懐かしいな。お姉ちゃん、西田明美っていうね、あれが小学校の時の同級生ですよ。アミちゃんこんばんは。アミちゃんさ、ちょっと横浜怪しくなってきたよ。うん。今日ね、ちょっとまだどうなるか分かりませんが、一応やる方向ですとは連絡来てるけれども、ちょっとね、どうなるか分からない状況なので、またまめにネットで、検索をしていただいて、茨城市分からないとリアルな、本当だね。たこ焼き器はどこにあるか分からないです。私は奈良人。うん。それじゃあしょうがない。ね。それではアミーさん家に集合。おー、私も行っていいかな？うん。銀座のコリドー街に、一部さん、なんて読むのこれ。今、普通に俺、チブサって言ってたけど、チブサじゃないよね。千棒たこ焼き器、単体では持っていないです。焼肉とかプレートの時、私のうちもそれ。うん。西田さんという西、あのね、西田ショップだったかな。ただね、わかりにくい。狭い道を一本入っていく。狭い道。JR 茨城からですね、一方通行じゃない方、一方通行の道をね、逆の方にずっと進んでいって、で、信号を渡って、その道の一本、サティ側西高生がいっぱい来る。あ、そうなんだね。そっかそっか。うん。元気なおばちゃんでした。綺麗なおばちゃんだったよね。うん。あ、チボーか。おお、ずっとチブサっつってた、今。お恥ずかしい。私もその店、学校帰りとか行ってた。ああ、やっぱりそうなんだね。うん。
もういいよ、そんなみんなで。みんなで言わなくていいよ。鉄板はあるけど、たこ焼き器は人にあげちゃったんです。ああ、そうなんだ。イオン近く。まあ、近いは近いんだけれどもね。あのね、うちの実家のすぐそばにね、ロイヤルホストがあるんですよ。産業道路沿いにね、ロイヤルホストの信号を、線路と逆の方に入っていって、ちょっと進んだ左側です。たこ焼き器はありますが、一度しか使ったことがありません。そうか。焼けないときは、そうとちゃうちゃうとか言って作ってく、ああ、そうなんだね。チボーかボテジューか。ああ、ボテジュー。ボテジューも、有名だね。あ、なるほど。なんか電気屋があったね、そういえば。西神電気っていうの？あったあった。乗っかっとこ。ああ、でもショッピのお店ももうやってないでしょう。さすがに。これだけ経ってると。ねえ。もう小学校の時だからね。行ったのは小学校の時だからね。みんなでワイワイ焼いて食べたいですよね。今は難しいけど、落ち着いたらみんなでワイワイ食べたいね。本当にね。さて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 。あ、でもね、あいつくね、その方が私はありがたい。漢字が読めないから。やっと場所わかりました。つねちゃん家からの帰り道やわ。そうそう。つねちゃん家、本当にね、すぐそば。つねちゃんのところの道をスーッとアミーちゃんの家の方へ向かって、最初の信号を左に曲がって左側よ。お友達の兵庫出身の人に、うちにたこ焼きあるって聞いたら、お家でたこ焼き振る舞ってくれました。床やテーブルに新聞紙引いたり楽しかった。ねえ、たこパーしたい。あ、そう、この間撮った時はなんか別の建物が建ってたような。もうそうだろうね。そう思う。さ、なんだかんだで、いっぱい喋っております。それではですね、今日のはっちゃんをちょっと見ていただこうかしら。ね。いいっすか？はっちゃん今日見たい？はっちゃんの映像を流してる間に、私はちょっと落ち着きます。それではね、はっちゃん、たこ焼き器、ホットケーキミックス、ウインナー入れたらアメリカンドッグみたいな、子供たちが違う。それも美味しそう。いいね。それでは、はっちゃんタイム行きましょうか。はい、今日のVlog、でございます。それでは、面白いなと思ったらばお茶爆お願いいたします。よろしくお願いします。
はい、あっちゃんを見ていただきました。あのね、私譲りではないですよ。私食に全く興味がないので本当にね、食べ物ってそんなにこう夢中にならないですよね。うん、いやそれはお肉とかね、うん、好きなものはありますけれどもね、うん、ところがね、なんだろうね、はっちゃんはすごいね、お年玉ありがとうございます。ようちゃんいただきます。ありがとうございます。なんかめでたやめでたい雰囲気ね、うん、毎日唐揚げそんなバカなでもいいっていうことよ、うん、でもね、最近はやっぱりね、油物が苦手になって。なお TG さんお茶ばっかりありがとうございます。いただきます。ダメなんですよ最近ね、天ぷらとかが全く食べられなくなりましたよね。天ぷら、あとコロッケ、いつもなんかうん、そうそう、だからそれは、え、何が、あ、私がユーミンさんに何か食べさせろって。いや、それはだってそういうもんでしょう。それはだって食べさせてもらわないと。福うさぎさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お茶ばっかありがとうございます。あ、まさみちゃん、お茶ばっかありがとうございます。そう、何か食べさせろとは言うけれどもね、そんなには食べないようん、そう、少量、美味しいものを少量いただくのが一番いいんじゃないですか、うん、と私は思っております。はい、そんなこんなででございますね。今日のはっちゃんも見ていただきましたけれども、だいぶというか、もう目はね、すっかり良くなってますね。うん、だから今年はもう病院に行くことはないかな。今年はっていうか、だから1月はね、なんか違う病気になっちゃうとまたそれは仕方がないけれども、うん、もう目のことで行くことはないんじゃないかなというぐらい回復しました。ねえ、一時どうなっちゃうかなと思ったんですけども、皆さんにもご心配をいただきまして、ね、おかげさまで、ありがとうございます。私は炭酸が好きなのに胸焼けが、そんなお年頃に。ね、炭酸もね、急激に飲むとダメになっちゃいますね。リーダーみたいにね、コーラの一気飲みとかね、できるといいんですけれども、昔はやったような気がするんですけど。あ、ひろちゃんこんばんは、いらっしゃい。明けましておめでとうございますかな。今年もよろしくお願いいたします。ね、おかげさまで、本当におかげさまでございます。ありがとうございます。なんとか治りました。ねえ、このまんまね、健康で、いてくれるといいんだけど。ハムスターとか、ペットもコロナとかにかかっちゃうのかな？コロナとかって動物はどうなんですかね？インフルエンザはね、鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ、いろいろありますけれどもね。あー、ひろちゃん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそです。よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。お願いいたします。ちょっとね、東京もあまりいい感じではないですけれどもね、今ね、これから落ち着いてくるといいなと思っておりますが、ゆきちゃん、犬はコロナにかかっちゃう。犬がかかるということは他にもかかる動物は多いでしょうね。ジュースの炭酸はあまり飲めないですが、なぜかチューハイとかお酒はあ、そんなもんでしょうな。そうでしょう、そうでしょう。だと思いますよ。なんか違うんでしょうね。不思議ですよね。ビールとかもいけるでしょ、きっと。ねえ。猫もかかる。うわぁ、そうか。コロナ嫌ですよね。緊急事態宣言出るようですし、ほんとだよね。嫌だね、ほんとに。犬、猫、虎、ライオンはかかってたよね。虎もライオンも、まあ、一応、まあ、猫のあれだもんね、そら。
ハムスターさんインフルかかるので研究がかなり、あ、そうか、コロナの研究でハムスター使ってたよね。なんだ、モルモットじゃなくてハムスター使うんだと思って、うん、ニュースを見たような記憶がある。そうか、ハムスターでやってた。そうだね。鳥インフルエンザにかかると、鳥殺処分されるのに人間がインフルエンザにかかってもっていうのを何かで読んですごくなっ、あー、なるほどね。だから結局はなんだろうね、食用だからってことだろうね。人間を食べるっていう文化があればきっと殺処分になっちゃうんだろうね。いやー、恐ろしいですな、本当に。まあ、恐ろしい、恐ろしいところでですね、落語会の告知をしようかなと思ってるんですが、どうなるかね。1月の17日、うまくできるかな。一応流します。第138回落語カフェ柳屋一金の会のお知らせです。2021年最初の柳屋一金の会は1月17日で会ってますよね。はい。日曜日、昼14時開演でございます。よろしくお願いします。わーい。2021年1月17日日曜日、場所は神保町落語カフェ。会場13時30分、開演14時。木戸線2500円、前売り2000円。ネタは、初天神、時そば、井戸の茶碗の3席です。ご予約は落語カフェ 03-6268-9818、 平日の12時から18時まで受け付けています。柳屋一金のホームページからもご予約は受け付けております。お早めの予約お待ちしております。声が出ていない。よかった、大したこと言ってないで。他の落語会はなくなっても落語カフェはやってほしい、ということでね、一応落語カフェさんの方では、こちら側の
やるかやらないかっていう判断で、決めるみたいなので、私がやると言ったらばやることになります。ね、どうなるかな。で、イベントは規制外、これが分かんないんですよね。例えば規制外だとしても、さっきもちょっと言ってたんですが、横浜で9日にやるイベントがあるんですけれども、それがですね、例えば横浜の方で、そういうイベントはよしましょう、会館を閉めましょうということになってしまうとですね、それはできなくなります。5000人まではイベントで入場させてもいいとか、政府の方針を聞いたような、それもね、だから一応だからそれは OK なんだけれども、後の判断はそちらでっていうようなことになるんじゃないかなと思いますね。生まれて初めて生で落語を聞いたのは時そば、そうでしたか。まっちゃん、あっちゃんの動画あたりからお邪魔しておりました。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。どうもおめでとうございます。よろしくお願いいたします。こんばんは。はい、マイクがね、中止じゃなくて延期にしてほしいです。そこもね、難しいところで、もしかしたら時間を短くしてでもやることになる可能性があるということです。その辺がちょっとね、まだどうなるか分かりませんが、はい。もういろんな人が声もう出てる、もう出てるよね、はい。志村マイク、あー、どうもどうも、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。節和さん、いらっしゃい。またやっちゃいました。あー、大丈夫ですよ。 YouTube でアップするときにはバッサリこう切りますから、ちゃんと声が出てる状態からスタートいたします。はい、早めに気づけていただいてよかった。改めましてこんばんは。はい、どうもこんばんは。はい、前の声聞こえないままめさめさ喋ってたのを思い出したそうね、お初失敗、いや、お初の失敗じゃないんです。これ実はおとといの配信のスタートの時にもちょっと失敗してるんです。それが初失敗でございます。今日は2回目ということでございますね。はい、後ろのお正月らしいね、これ、今日まで、これを使わせてもらおうと思ってます。オカピーさん、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。高級そうなパーカー、高級そうなんですよこれがね。もらいもんだから分かんないけど多分いいものだと思うんですよ。今日はね、本当に仕事から帰ってきてそのまんま、なんでございますね、仕事から帰ってきてそのまんまの形で、ですからこの形で今電車乗って帰ってきて、まあ上着はね、上着は着てまして、その上着をちゃんと脱いで、それでこの形でやっておりますけれどもね。切っちゃうんですか、なんだか残念、あはは。まあそんなにいろんな人がね聞いてるわけじゃないでしょうけれどもね。前回の配信の件ですが、私はメールを送らなくてもいいですか。これがね、いろんな方がねメールを送ってくださってないのが、前にも住所を聞いていたので、もう知ってますよねっていうことで、多分住所を送らない方が多いんだとは思うんでございますけれども、申し訳ない、暇がなくてそれをいちいち調べることができないんですよね。だからメールで送っていただいた方がすぐに、住所、で送ることができるということなんで、お願いをしております。まあ、来なかったらもう本当に昔のメールを引っ張り出したり、いろんなものを調べて、お送りはするんですけれども、ちょっとね、ずっと忙しかったもんで、そこはもう皆さん方にちょっとお願いをして送っていただくと、それがね、今回この方々に送りましたよっていう、なんだろう、記録にも残るもんですから、そこでメールをお願いをしたいんですがということなんですが、半分ぐらいの方がメールが届いておりません。まあですから調べることにはなると思うんでございますが、
よろしくお願いいたします。できればできれば送ってください。ちょっと大変なんです、暇がなくて。明日も朝早いんです。よろしくお願いいたします。明日化学療法初体験、今日から8日まで入院。ああそうですか。いや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 、頑張りましょうね。大変だと思いますけれども、はい、うん、8日まで、今日から8日、今日が5日、そうですか。結構ね大変だと思いますけれどもね、はい、体調はね、2回目って自慢げに、いやこれ自慢してるわけじゃないんです、初失敗ではないということでございます、はい。隠すとほら、あの知ってる人がいたらなんで隠すかなってなるでしょね。うん、そうじゃない、失敗は毎回あります。胸を張って、うん、胸を張って、はい、すいませんがメール送ってください。よろしくお願いします。あー、マキアトさんもね、メールありがとう、送ってください。どうかなと思いましたが、またメッセージを送らせていただき、ありがとうございます、助かります。皆様どうもありがとうございます。住所いる、うん、あのね、あのいいよ別に送んなくて、うん、あの、うん、調べる調べる、大丈夫で。ユーミンさんはね、あの送らない、うん、ユーミンさんは送らない。17日まで待って渡すから。いや、まあ、その辺はちょっとあの考えるね。郵便番号もありがたい。それなんだよね。郵便番号を入れてくれないとね、郵便番号を調べることの手間がすごいんだよね。これは助かる。郵便番号入れといてくれると。ありがとうございます。ね。よろしくお願いします。あ、マキアートさん、お茶、あ、もう思い出してくれてよかった、ありがとうございます。個室希望してたのに4人部屋しか空いてなくて、あ、そうだ、個室の方がいいよね、もちろんね。うーん、あ、コインバックもありがとう、マキアートさんね。ショーのツイキャスをずいぶん久しぶりに聞いたので、メールの件が分からずです。あ、これはね、前回の配信がお年玉企画ということで、お茶爆をくださった方に、50のお茶爆の方は、今年の根付をお送りする。100以上のお茶爆の場合は、手拭いと根付をお送りするというような企画が、前回あったんです。はい。そんなこんなでございます。はい、ユーミンさんは特別、うん、会うからね、この人はね、うん、必ず落語会に来てくれるから、この人はだから、うん、助かります。あのね、今アマゾンがタイムセール、あと5日まで、5日だから今日までだよね、安売りっていうことでいろいろやってましてね、でこれを実は、購入したんですよ。これ、はっちゃんの体重を測ろうと思って、このキッチンスケールをね、購入したんですけれども、ついでにね、これを買ってみました。これはコップですね。いつも飲んでるやつがね、これがね、入れたらすぐにね冷めちゃうんですよ。入れたらすぐに冷めちゃうんで、保温のやつをね買ってみたんですけど、冷めない。今やけどしそうになった。うん、すごいね。もっと早くに買っときゃよかった。ちょっと私も師匠のツイキャスは久しぶりに伺いました。聞くのサボってしまいました。あの別にあれですよ、うん、義務ではないですからね、うん、聞いてくれると嬉しいですけれども、義務ではありませんよ。ありがとう。ひろちゃん最近配信してる？あのね、一時ね、ひろちゃんずっと誰かとコラボのなんかあれでやり取りになってたから、なかなか入っていくのがね大変だったのよ。そう、聞いてみようかなと思ったら、なんか電話みたいな状態で誰かとコラボやってたんでね。咳のひどい人がいてが、ああ、そうか。
それはね、ちょっとね。あ、キーちゃんこんばんは、いらっしゃい、ありがとうございます。あ、今送り、あ、今朝送りました。今からちゃんと郵便番号も、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、うんうんうん、住所だけでした、郵便番号もお送りしますか。郵便番号が、まあ、あの、いいです、あの、調べます、調べます。はい、必ず会う人、それが私。なんか愛人か。あ、アマゾンギフト券を師匠に渡したいのですが、早くお会いできたらいいですね。ああ、もう会いたいね。うん、明日にも会いたいね。ヒロちゃんに会いたいんだか、アマゾンギフト券に会いたいのか分かんないけど。私もこの、そのコップ、あの、まだありますよ、まだまだ大丈夫だと思いますよ。象印です、象印。うん、あったかいまま飲めると、でも本当熱い、でも持った感じは冷たいんですよね。うん、あ、サーモスもね、いろいろこう出たんですけれどもね、どうしようかなと思ってね、いろいろと考えて、うん、ステンレスのコップはいいですよ。私は金属アレルギーなので、洗うだけでも、金属アレルギーの人はきついかもしれない。風民さん、お茶箱ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。愛人、それは嫌、僕も嫌。ユーミンさんのツッコミ大好き。面白くない、面白くない。うん、まあまあ、そんなこんなでですね、今日は火曜日でございます。9時半からはですね、調布 FM 竹本孝之ソングフォートモロー、そちらの方、もしお時間のある方、遊びに行ってくださいましね。してないです、なかなか。実、ああ、そうなんだ。新曲をカラオケで歌いたいですが、前に、なんか配信やってるっつってパンと覗いたら、カラオケ歌ってましたね。うん、そう。これは書き込めないぞと思って、そのままでしたけれども、はい。ジェラシー、あ、ねえ、やっぱりね、そうなんですよ。ねえ、やっぱユーミンさんとばっかりこういうことをしてるとね、女性ファンがね、嘆くんですよ。だから、ちょっと控えよう。あ、郵便番号ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ、次回のお知らせをさせていただきましょうかにゃ。次回のお知らせでございます。はあじゃねえよ、あゆつく。はあじゃねえよ。にゃ。次回は1月の8日になりますよ。そんな女性ファンがいるとは思えん。あのね、僕の落語会はね、女性率が高いんだから。ね。あと、芸の方が多いんだから。これがありがたい。これがありがたい。ね。あ、けみちゃん、ありがとうございます。お茶バッグすいません。明日までにメールありがとう。師匠はモテますから。ねー。初めて聞いた。はい。おー、竹本さん、どうもお疲れ様でーす。あと8分で調布 FM、の方へ皆さんが、いざなうという、皆さんをいざなうというような今流れになっております。ありがとうございます。次回の配信は1月の8日、7日が紀ノ国屋ホールで落語会、多分、開催されるんじゃないかと思いますので、7日の日は配信はお休みをさせていただきまして、1月の8日、金曜日、でございますね。20時からの配信の予定となっております。師匠がモテる、モテるって何？何じゃないよ。何じゃないよ。芸の方々にもモテそう、うん、本当にね、あの、応援してくださる方がね、多くて、で、毎年暮れはね、落語会をやらせてもらったりもしてるんですけれどもね、うん、今年はやっぱりこういう状況なので、ちょっとやりませんでしたけれどもね、はい、今度の配信金曜日です。竹本さん、いざなう、いい言葉ですよね。うん、本当に。
はい、金曜日でございます。あー、マキアトさん、お茶バカありがとうございます。エビゾーさん、どうもありがとう。また金曜日に会いましょう。ヒロちゃん、お茶バカありがとうございます。オカピーさんも、お茶バカありがとうございます。あたかくお帰り、もう終わります。今日も本当にありがとうございました。バタバタとスタートいたしましたけれども、なんとか1時間半、ね、1時間25分、配信が終わりました。次回金曜日、また皆さん方とお会いできるのを楽しみにしております。どうか一つよろしくお願いいたします。それでは皆さん、おやすみなさーい。